この動画は皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。皆さんおはこんばんちは、うぷ主の親友です。村上グーを食べて次の特急まで時間があるので、いよぼや会館というところに来ました。ここでは鮭を捕獲して孵化させて育て、そして放流しています。今年はいくらが取れなかった年だと言われていますが、こういう地元の地道な努力があっていくらや鮭が食べられると思うと、いくらが高いのにも納得がいきます。ところで皆さん、一体鮭が放流してから地元の川に戻ってくるまでどれくらいかかるか知っていますか？なんと4年もかかるのです。なので今年放流しても、その放流した魚が戻ってくるのは4年後の11月です。こうしてみると果てしない旅をして、この新潟の三面川に戻ってくるわけです。なので皆さんもいくらや鮭を食べるときは4年の歴史を感じて食べてくださいね。ここは人工の鮭ゾーンです。もしかすると産卵シーンが見れるかもと思ったのですが、そんな奇跡は起きませんでした。これは鮭の生涯を描いた絵みたいです。しばらくご堪能ください。表側でのリアルな鮭の生態です。本当は瀬波温泉に行く予定だったのですが、悪天候のため室内のイヨボヤ会館に急遽お邪魔したのですが、その時は11月に鮭が戻ってくるとは知らずに来館したので、たまたま運が良かったです。この時の新潟は秋でいい感じに色づいていました。
まだまだ見るところはたくさんあるのですが、そこは皆さんの足を運んで見に来てください。さて、乗るのは15時48分発新潟駅特急稲子です。果たして群馬稲子は来るのでしょうか。残念でした。フラグ回収はできず、通常の稲子でした。間違えた。ごめん。
携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。次は坂町に止まります。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Kinako Limited Express bound for Tsukuba. We will be stopping at 坂町、中条、柴田、東洋様。Car 1 is for passengers with green car reservations. Cars 2 through 4 are for passengers with seat reservations. Cars 5 through 7 are for passengers without seat reservations. Restrooms are available in cars 1, 3, 4, and 6. Please do not smoke in this room. If you use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The next stop will be Sakamachi. We wish you a pleasant journey. Thank you.稲穂号の車内の感想です。リクライニングは思ったほど倒れます。というより次の画像に出てくるのですが、リクライニングのボタンが2つあり、1つが座面、2つ目が背もたれ、三角機構になっており、普通車でも十分居心地よく乗ることができました。いたのはお二人だけですね。で、お酒駅に到着しました。稲穂を見送ってきましょうね。